こんにちは、パーカッションの高文です。ゼロから始めるパーカッション、パンデイロ編。この動画では、パンデイロのリズムの刻み方について解説します。前回までの動画で、パンデイロの持ち方と振り方について解説しました。今回からいよいよこちらの手も使って、パンデイロのリズムを刻んでいきます。はい、では早速やっていきましょう。まずは、持ち手の方ですね。指の付け根の部分と、指先でパンデイロをホールドして親指をかぶせる。で、パンデイロがだいたい自分のおへその前くらいに来るように構えます。で、いよいよこちらの手を使って叩くわけですけれども、基本の叩き方としては、パンデイロのヘッドをこちらの手の指先で軽く叩く。これだけです。もう限りなく触れるに近いですね。こうちょん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 と触れるように、このように刻みます。パンデイロの起源となったタンバリンの場合はですね、まあこのように叩いていたんですけれども、パンデイロではサンバとか、あるいは他のポピュラーミュージックに対応するためにより細かく早く叩く必要がありました。で、今の叩き方で早く刻もうとすると、こうどうしてもですね、こっちの手の動きの速さに限界が来てしまうので、どうするかと言いますと、この指先だけではなく、親指のですね、付け根のあたりの部分も使って、手をこうパタ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 と動かして、このように刻むようにします。こうすることによって、指先だけで刻むのの倍の速さで発音することができます。では、やり方解説していきます。前回、パンデイロを振るときにやった手の回転の動きがありますよね。それをこっちの叩く方の手でもやります。だいたい肘から人差し指の付け根ぐらいのあたりまでが一本の軸だと思いまして、それをこう、ドリルのように回転させます。回転させる感覚が分かりましたら、次に手の形を作ります。この指っていうのは基本的に何にも力を入れてないとこう少し内側に丸まると思うんですね。ここに指の腱があるので、ちょっとこう内側に引っ張られたような丸みを帯びた形になると思います。この力が入っていないこの形で OK です。で、指が開いていた場合には、まあ、軽く揃えて閉じてあげる。こんな形です。で、このまま回転させてみます。はい。で、この回転させる動きっていうのをパンデイロの上でやると、リズムを刻むことができます。はい、叩いてる部分としては、まあだいたいパンデイロをこう4等分して、その4分の1ぐらいの面積のところを叩いています。で、この10インチのパンデイロでしたら、持っている部分のだいたい反対側にあるこのプラチネーラの付近と、その一つ手前にあるプラチネーラ付近、まあ、この2点ですね。この2点に指先と親指の付け根の部分が当たっている状態です。はい、で指先の部分は基本的にはこの
中指、薬指、小指の3本が当たっています。僕の場合はですね、結構人差し指で独立して叩いたりするので、こう人差し指を浮かせているんですけれども、まあ、揃えていただいても大丈夫です。でもまあ結果的にこう当たる部分は、中指、薬指、小指の3本になると思います。はい。で、親指の付け根の部分は大体まあこの辺りですかね。やや硬さがある部分がこう パネルに当たって発音しています。はい。では少しリズムを刻む練習をしてみましょう。まだこっちの手は回転させないので、まだ持ち方に慣れない方は、こう指をヘッドに伸ばして持った状態で練習しても大丈夫です。では、自然に構えていただいて、付け根の方からですね、ワン、ツー、スリー、フォー、ワン、ツー、スリー、フォーというのを、しばらく刻みます。さあ、うん、は、ワン、ツー、スリー、フォー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 、ワン、ではもう少し早くやってみます。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3。このぐらいで。せーの。はい、慣れてきましたら、この出ている音に意識を向けて、付け根で叩いた時と指先で叩いた時の音量が同じになるように、調整します。つまり、まあ、どっちかが大きくてチッ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 みたいにならないように、チッ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 と、同じ音量が刻まれるように意識して練習してみてください。はい、音色についてです。基本の叩く位置、だいたいこれぐらいとお伝えしましたけど、別にこれより外側でもより内側でもいいんですね。ただ音が結構変わってきます。外側の方がより高くて硬い音で、内側に行くほどより低くて丸い音が、すると思いますので、ご自身でいろいろ叩く位置変えてみて、どこでどんな音がするのかっていうのを確認してみてください。はい、というわけで今回はパンデイロのリズムの刻み方について解説しました。もうできる方はですね、この、リズムを何か好きな曲をかけながら合わせて叩いてみたり、もうこの動きにとらわれずに、もう自由にですね、遊びながら叩いてみたりしてみてください。で、この回転させて叩くっていう感覚が、まだあんまりつかめないなという人は、楽器を置いていただいて、もう例えば太ももでパタ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 と叩いてみたり、テーブルでですね、パタ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 と、叩いてみて、徐々に慣れていってください。はい、こんな感じでパーカッションのレッスンや情報発信をしておりますので、よろしければぜひぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また。